We'll be right back.
とお前明日タメ飯5杯とったわ。ブラックモア浅野とオンチョンロード高坂隆博俺本当はあのね思いつきでワイワイロックデーをまたここでやりたいねって言って2年ぐらいね時間が、経ちましてすぐやろうかやろうかやろうか言いながらねあの言い出しっぺが全然僕も動かなくて言ってる間にコロナが来ちゃってコロナのせいにしてねなかなか長引かしてとかほったらかしてるところを、まあ、頑張ってねみかちゃんがこうやって段取りをしてくれました。ねみかちゃん本当にありがとう。ありがとうございます。はい、ワイワイロックでインプラチナ、ね、もうねワイワイはもうここはワイワイですよ。そうなの。あのみんなの思い出のワイワイは、思い出の、はい、ここにある。まあ、そもそもワイワイ、そもそもワイワイしかあんまりライブやってないので、まあ、そういうこうプラチナはこうなんかワイワイできるようなとこがいいな、そうそうワイワイのワイワイで、こうねまた集まってもらえればと思いますんで、ね、今回ね、あの2バンドで非常に僕らはあれですけど。ローカルです。本当にありがとうございます。別に逆でも良かったよね。今度逆でやろう。こんなことはやりづらいみたいな。逆にね。ということで、まあ、あのみんないろんなバンドも、ね、持っておられるので、ことが分かりましたので、はい、次回開催はですね、またね。はい。相談の上 LINE が飛ぶらしいですよ。はい、てめえら出ろいつやでっていう脅迫それ断れないシステムです。断れないシステムですよ。あの裏フェットの人全員 LINE やめるように LINE でもメッセンジャーでも何でも、はい、あの僕は明日から Facebook やらないと思います。でもあのね、はい、楽しくやらせていただきます。ありがとうございました。まだ元にもこれ最後にね、はい、何かちゃんとやりたいのでこの曲全然できるかなみたいなね。あ、それね Want to be wild ばっかりでもしゃあないんで、ね、できる。次なんか仕込んでいきましょうね。あ、プラチナ仕込んだ。プラチナ、ほんまや。そうなの、ね、そう、あの、どっかの国のね有名なのキューバープラチナっていうのがプレミアムプラチナプラチナプラチナって曲、そうです、プラチナで、あの、覚えておきましょう。はい。というわけで、プラチナ、プラチナ、あ、そう、プラチナからの宣伝です。プラチナ公式 LINE ができました。イエーイ。なんと来店するとポイントがつきますので、ぜひ、LINE 登録していただきまして。つくよ。はい。登録するとロックデーに出ろっていう CM はそこに載ってる。そうで、10回来ると1回ランチがタダという素晴らしい特典がついてるので、友達募集あそこに貼ってますんでね、あの QR コード読んでいただいてレジの支払いのとこにレジのところに貼ってあるポイントの QR を読み込むと1回ポイント、1日1回ポイントがつくというシステムになっております。そうですよ、全部カレーにカツ乗ったりしょ、カレーにカツ乗ったりしますよ。はい、何でも言ったら今じゃん。ならへんかもしれませんよ。では、そんなところで一言、はい、大王尾崎に言葉を言ってもらったら、はい、尾崎さん楽しんでいただけたようで、尾崎さんこんな感じで締めてもいいですか。はい、どうぞ。はい。というわけで第2回をお楽しみに。皆さんどうもありがとうございました。